ハローエブリワン、皆さんこんにちは、大木静香です。今日はですね、今からね、玉城神社っていうね、奈良のね、めちゃくちゃ山奥にあるとっても、不思議な神社に行こうと思います。このね、神社に行くことになったきっかけがね、めちゃくちゃ面白いので、まず、そのことを皆さんにね、シェアしておきたいと思います。今私がね、推し活をやってましてね、めちゃくちゃ推している、ある方がいらっしゃるんですね。もう本当に素敵な人で、なんていうかな、もう情熱もあるし、社会のためにものすごいいろんなことをされてるし、周波数もめちゃくちゃ高いし、でもめっちゃお茶目で、ユーモアがあってっていう、もうね、本当人生初めて出会ったような、すごい素敵な人なんですけど、その人はね、いつかちょっと皆さんに誰っていうのは言いたいんですけど、今はちょっと内緒にしときます。その人とね、この前お会いした時に、その人が玉城神社にいらっしゃったらしいんですよね。で、その最初に玉城神社にいらっしゃった時に、なんか神社にあまり興味がなかったんだけど、いい温泉があるよって言われて、温泉やったら行くわっていうことでいらっしゃったみたいなんですよ。そしたらその日ね、行ってみたらね、次の日に行くつもりで、まずその前の日に温泉に泊まって次の日に行くつもりだったんだけど、ちょっと行ってみようかっていうことで行ったら、道がね、封鎖されてて、あ、もうダメやんか、行けへんやんかってなったら、パッて見たら、今日から通行開始ですって書かれてて、で、なんか普通の道じゃない、業者さんとかが通る道とかが空いてて、で、そこから上がっていらっしゃったみたいなんですよね。それでご祈祷を行ってお願いしようとして、その神社の中に入ってですね、そして座って待ってる時に、目の前にみかんがあったから、そのみかんをね、チュッて食べちゃったらしいんですよ。そしたらその宮司さんが入ってきて、えーって言って、これは神様のお供え物ですよって言って怒られて、その人みかん食べちゃったんだけど、それからご祈祷が始まってですね、そうすると途中からですね、なんかすっごいこう空気にうわーって押されるような感じになったんですよ。そしたらその宮司さんがね、その方の前に来て、あなたは何者ですかと、今までこんな全部のね、神様が降りたことはないんですけど、今日はね、全ての神様が降りてるので、願いをね、叶えてもらえると思うから、願いを言ってくださいってその方に言ったわけなんですよ。そしたらその人は、いや、俺は何にも願い事ないから、後の2人に聞いたってくれって言って、そしたら残りの2人のご友人の方が、1人はなんか選挙に勝ちたいっていう人で、1人はどっかの高校かなんかのなんか全国大会で優勝したいみたいなのがあったらしいんですよ。で、それをお願いしたら両方とも叶ったっていうことがあって、そしてそのお礼参りにね、いらっしゃったらしいんですよ。そしたらね、そのお礼参りの時にはご祈祷してくださった宮司さんはいなくて、違う宮司さんでご祈祷したらしいんですけど、その時はその神様はなんか降りた感じはしなくて、でも帰って入り道にこう その山の上っていうか、山を見た時にね、鹿が2頭ね、なんかこうオスとメスがいたらしいんですよ。その山に立ってたらしいんですよ。で、それをね、写真を撮って、で、帰ったら、その写真に後から見たらね、その鹿が立ってなくて、要するに鹿だけがなくて、もう山の景色しかなかったらしくて、で、奈良やから鹿がいるんかなと思ってたら、その辺りには鹿はいないし、鹿っていうのはこう夫婦で活動みたいなのはしないらしいんですよ。だからあれは神様だったんじゃないかみたいな話で、その一連の話がね、すごく面白くて、で、それを聞いた時に、あ、私玉城神社に行きたいってすっごい思って、で、今回奈良にね、会ってくることができたので、今玉城神社の方に向かっています。もうね、すごく山奥で遠くて大変なんですけど、なんかその私の推しの方曰く、誰でもが行ける神社ではなくて、なんか、よく言いますよね、呼ばれてないといけないよみたいな。なので、大木行けるでしょうかその体験をレポートしたいと思います。というわけで、今からね、玉城神社へのこの行程を
レポートします。じゃあね、皆さん玉城神社に来たのですが、もう夕方の4時になっちゃいまして、なんかもしかしたら今日はご祈祷がお願いできないのではないかと思ってます。こんな風にですね、山道を登っていくのですが、めちゃくちゃ こっちの方が近いのかな、めちゃくちゃの駐車場から結構な道を歩いてきました。そして今この階段を下るところを下っていて、もう多分16時で閉まってるので、今日はご祈祷は難しいかなと思うんですけど、とりあえず神社に向かって歩いています。駐車場からですね20分ぐらいかかりました。かなり遠いです。そして駐車場からたどり着いたのがこの手洗いの場所ですね。今から手を洗いたいと思います。ちょっとここ階段が苦手な私は頑張っております。でもなんかすごいですね。あ、もう閉まってる。今から参拝します。夫婦杉と御神木があるらしくて、これが夫婦杉かな。すごいですね、夫婦杉。これが御神木で、すごいな、すごいエネルギーです。画面からも感じられますか。
かない。というわけで今日はねもうご祈祷が終わってたので明日もう一回やっていきたいと思います。玉城神社すっごい良きところでした。また続きは明日。今の帰りの駐車場からです。今日ここに来るまでにねなぜかすっごい道迷ってね1時間ぐらいロスしたんですよね。でそれは何なのかと思ってたんですけどやっぱりちょっと時間調整だったみたいで明日やっぱりもう一回ねここに来るべきというか工夫必要があってそれでね結構ここに来るのって奥深い山道を来るしすごい道を歩いていくし階段も結構20分ぐらいかけて降りるわけなんですね。でそれは何でかっていうとまあ、俗世間でついている赤とか泥のようなものをこの工程で全部こう速やかに落としてからですね参拝するというか神社に行く必要があったのかなっていうメッセージを受け取ったのでシェアしておきます。皆さん、おはようございます。今日2日目、玉城神社にね、やってまいりました。昨日ね、なんか道をね、昨日も言ったんですけど、すごいね、ナビがおかしくなって、なんかぐるぐる回って1時間ぐらい到着が遅れたんですね。で、それはね、時間調整で、昨日、一回ここに来て、すごいなんか、この道をね、歩いて、そしてまあ、参拝もしたんですけど、それをやることで、本当の準備がしたっていう感覚がね、来まして、今日がね、本ちゃんです。昨日の夜中ね、すっごい雨が降ってて、今日は、ね、どうなることかと思ったんですけども、なんとか、朝、今、参拝に向かっております。昨日がね、その予行演習っていう意味がね、ちょっと本当によくわからないというか、どうなんやっていう感じなんですけども、今ね向かっております。このいろんなね例えば、電車に乗り遅れたとか何かこうトラブって時間通りに行かなかった時とかっていうのは結構ね上からのね時間調整で起こってることがあるんですね。なのでねやっぱりこうこの自我のね、自分が考えることよりも、こう、大いなる導きによって起こっていることがすごく多くて、特にこういう、神様につながる場所みたいなところに来るときにはね、そういうことが起こると思います。というわけで、今日はね、これから静かな自分の内側につながって、参拝に行きたいので、カメラを回すのは、今ここでやめます。また必要になったら回したいと思います。今ねご祈祷終わりました。ご本堂での正式参拝はスーツじゃないとダメということで今日私はねこんなカジュアルな格好で来てるのでちょっとダメでした。で隣の方のね違う場所でご祈祷はやっててこっちの方は正式参拝ということでこっちでね正式参拝されたい方はぜひスーツでお越しください。すごい山奥やからねなかなかねスーツで来るとかっていう発想がなかなかなかったんですけどやっぱりね思い出しました。来る前にね家出る前にねなんか言われたんですけどねもうねはっきりなんかまあいいかみたいなもういつもねまあいいかで済ましてしまう私がいるんですけどでも何を、まあ、感じたかと言いますとそのご祈祷してる時のその若い宮司さんがめちゃくちゃこう素敵な方ででして参拝をしてる時にですねなんかねすっごく自分が本当にやりたかったことを思い出しました。ちょっとね諦めてたっていうかもうできないかなって思ってたんですよね。もうできないかなと同時にもうやりきったからいいかなと思っててまあいいかと思ってたことがあってあそれをやっぱり私はやりたいんやなって改めて気づかされました。そしてなんかその感謝のね涙が溢れてご祈祷が終わりました。
から他の方が正式参拝をされるみたいで、ちょっと見に来てみたんですけど、旗巻神社の外観はこんな感じですね。ほんとね、ご祈祷が終わった瞬間にすごい晴れてね、なんか合図のように感じました。いつもね、あの神社を前お参りすると、あの参りした途端にふわっとした風が吹いたりするんですけど、今日はねパーンって光が差してですね、なんかねミラーを情報を下ろしたりとか、あとまあ本当にちっちゃい時からね、私はあの四国の弘法大師様がこう、まあ、結界を張った四国八十八箇所で生まれ育ったから、すごくあのそういうなんていうかな、あのお父さん父がね、あと余命一年って言われて、で家族でね四国八十八箇所を回って、そしてあの御利益で病気をね、あの治してもらったりしたにもかかわらず、私はどっかやっぱりあの目に見えないものに対してすごいこう懐疑的というか、すごくこう本当に信じきれないようなところがあって、それがずっとね、まあ、ミラの情報を皆さんに伝える時もこんなんほんまかどうかわからへんから、みんな自分でチェックしてねみたいなことをいつも言ってますけど、でもねやっぱりその目に見えないものとか、その神仏とか大いなる存在とかね、そういうものをどうしてもこう信じる方向に導かれてる感じがするんですね。でこれからの世の中はね、本当にこの目に見える世界と目に見えない世界のこう混じり合っていくというか、この目に見えるものが目に見えない世界のごく本当に 1% 2% の結晶化であるということの上に立って、まあ、生きていく時代が来るわけなんですよね。例えばどんな風に変化していくかというと、まあ、今ミラに言われたのが、これから本当にこう電話を使ったりしないでもテレパシーで人と人とが想念でつながれたりとかですね、あとエネルギー的なことで体を整えたりとかですね、食べ物とかもね、本当に食料とか 物質を取らずにエネルギーでこう自分を満タンにしていくみたいなこう時代がやってくるっていうか、そういう次元に移っていくわけなんですよね。だからそうか、なるほど、そのガチガチのその3次元はこの物理世界なんですけど、この5次元にもうこの地球はなっていて、そこは本当に物理じゃないものではない、目に見えないものっていうものがこう大きく今までよりもずっとこう存在を明らかにしてくる、そして効率よくなるみたいな感じなんですよ。なので皆さんの中でもね、目に見えないものを信用しないということで、こう工事の存在とか疑っている人がいるかもしれないんですけれども、あの、まあ、信じろとは、まあ、私もね、なんかこんだけあの信心深い場所に生まれ育って、そして何度も助けてもらってるにもかかわらず、こう唯物論的なところがあるから言えないんですけど、でもほんのちょっと目に見えないものに耳を傾けてみる時間、自分の中のね、神様、自分の中に神様がいるから、に自分の中の大神様にこう耳をね
傾けて見る時間を取ったらいいよっていう風に、この前ね、リールかなんかでブルガリの教会でね、すごいケージみたいなのをいただいて、それをリールにもしたし、 YouTube では話したですかね。もう YouTube とリールのね違いがよくわからなくてそういうやっぱりこう静かにね、自分自身とつながれる場所っていうのは本当に波動調整が起こるわけなんですよ。私の推し活の人がシカ見たっていうのはどこなんやろか。シカ見てね、シカの写真撮って帰ったらシカが写ってなくて神様の化身だったっていうお話だったんですけど、やっぱり正式参拝っていうのは、その今日ご祈祷してくださった方はね、若い宮司さんでね、めちゃくちゃエネルギーが素晴らしかったんですよね。その方が言ったのは、正式参拝はお願い事をするとこではないと言ってて、御心をなんか神様に なんとかって言ってて、お願いするのはご祈祷ですっておっしゃってたんですけど、でその後ね、ちょっと年取った宮司さんに聞いたら、正式参拝でもお願い事大丈夫ですって言われて、まあちょっと言うことが違ったんですけど、でも私のその推し活の方は願い事がもう何もない人なので、神社に歓迎されるらしいんですよ。お願い事を言いに行かないから気が楽っていうかね、そんなこと。あ、それとね、もう一つその方が言ってらっしゃったのが、玉城神社と住吉だったかな、ともう一つ三社を回って完了っていう言い方をされてたので、後でね概要欄にどこの神社かだったかを書いときますね。というわけで、こういう風にね、昨日この階段を降りていきながら、自分の中に、普通ね参拝する時って上がっていくじゃないですか。ここはね降りていくんですよね。だから深くね自分の中に降りていく、その現世のいろんなこう背負っている自分の中のいろんなものをこう下ろしながらね降りていくんかなと思って、で昨日ね帰りはですね、感謝とあと悲しみとかをね一つ一つ階段に置いていけっていうふうに言われて、私は本当に階段を上るたびごとにありがとうありがとうって言って、まあ感謝しながら上りましたけど、本当に静かでね、気持ちのいい川のせせらぎ聞こえますかね。川のせせらぎ入ってるかな、マイクに。この地球上で水が一番周波数が高いんですね、ものというものの中では。だから水のせせらぎとかっていうのはすごく人を癒すし、あとインスピレーションをくれるんですね。だから私は葉山のね海の近所に暮らしてるんですけど、ああこういう風にね、玉城神社の旗がねずっとこう祀られていますね。というわけで、大きな玉城神社参拝の旅、本当にこれにて終わります。また次の動画でお会いしましょう。